硬くなっていかにも頑固そうな油汚れがついているときに、この超人倒しヘッドを使ってですね、もちろん洗剤をつけて洗ってですね、落としております。今回は私がキッチン掃除をするときになくては困るというぐらい好きで愛用しているお掃除グッズを10個ご紹介しようかなと思います。3つ目がこちら、超人たわし Z です。頑固な油汚れ、ポツポツついて硬くなったような油汚れがですね、例えばコンロ周りにも飛び散った油汚れをしばらく掃除していないとそのような状態になったりしますよね。あとですね、この排気口のところもですね、しばらく掃除してないと油汚れが固まってですね、ただペーパーで拭いただけでは落ちにくい状態になるんですけれども、そういった硬くなっていかにも頑固そうな油汚れがついているときに、この超人たわしヘッドを使ってですね、もちろん洗剤をつけて洗ってですね、落としております。もともとは水垢用のですね、研磨スポンジなんですけれども、非常に洗浄力が高いので、そういった固まった油汚れを落とすにも非常に楽でですね、キッチン掃除にもよく使っているんですけれども、我が家のこのキッチンの壁面、そしてこの部分は人工大理石ですから、同じくプラスチック素材なんですけれども、特に壁はですね、鏡面仕上げになっているんですが、傷つかないですね。この超人たわしZで洗っても結構強めに力入れてもですね、傷がつくということはないので安心して使えてます。もちろんですね、思いっきり力を入れて洗うとですね、どうなるかわかりませんが、そこまでしなくてもですね、簡単に落ちますからね。そして4つ目がですね、こちらです。マイクロファイバークロスですね。無印良品のものをですね、よく使っております。どういった時に使うかというと、先ほど油汚れ拭く時はペーパーで拭いてますというお話をしたんですが、ペーパーで油汚れを拭き掃除した後ですね、水拭きをして、水拭きする時も先ほどの洗って使えるペーパータオルを洗ってですね、水拭きをする時もあれば、その水拭きの時にマイクロファイバークロスを使うこともあります。状況に応じてですね、使い分けしてます。ただ最後の空拭きをする時はですね、基本マイクロファイバークロスで空拭きをして仕上げていますね。そういった時にですね、使っておりますね。なので空拭きとか、ある程度綺麗になってからの水拭きとしてですね、使えますから、ほとんどですね、油汚れで汚れることはないんですよね。なので普通にですね、洗濯機洗いしますね。他の洗濯物と一緒に入れて。ということで4つ目がマイクロファイバークロスでした。では5つ目なんですけれども、5つ目はこちらです。ウェットティッシュですね。このシルコットのノンアルコール除菌のタイプ、よく使っているんですけれども、我が家では。ただキッチンのちょっとしたお掃除に使うとなると、アルコールのウェットティッシュの方が落ちはいいと思いますね。アルコールは油汚れを落とす働きがありますからね。でもですね、このノンアルコールのものでも十分ですね、キッチン掃除に使えるんですけれども、ちょっとですね、汚れがですね、ついているような時、一箇所だけサッと拭きたい時にですね、手軽に拭けていいですよね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。